こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、本日は2021年4月15日木曜日でございます。今日がね、今の家で撮る最後の動画になるということで、非常にこう勝手に私の中だけでは思い深い、感慨深いところがあるんですが、次からはね、新しい家で動画を撮りますということで、まあそんな今日なんですけれども、メンズフィジークのお話です。メンズフィジーク、前回大会が行われて、ヒューストンの大会が行われて、オリンピア出場選手が、カリコーティがね、オリンピア決めてということで、そんなメンズフィジークは今週末17日に2つ大会が行われます。1つがワサッチウォリアープロ、そしてもう1つがレジェンドクラシック。このワサッチウォリアーの方に関しては、ジョージ・ブラウン、コーリー・モリスっていう感じで、ヒューストンに引き続き2人のトッププロ、オリンピア経験者が出てくるということで、まあそろそろね、ジョージ・ブラウンとか決めてほしいなって思うんですけど、また楽しみでございます。そしてこのレジェンドクラシックの方ですね、これに関しては誰も知らないです。ごめんなさい、分かんなかったです。注力選手とかいたら教えてほしいんですけど、メンズフィジーク、まあ、他のカテゴリーもそうなんですけど、本当に数がめちゃくちゃ増えてる。なんかよく日本もさ、IFBB プロっていうのがめちゃくちゃ今増えてますよ。ナショナルプロクオリファイつってね、まあいっぱい出てますけど、アメリカとかってもっとえげつない量出てるんですよね。もうメンズフィジークと関係なく言えば、もう3桁の数が毎年出てるんですよ。メンズフィジークだって相当数出てるんですよ。だから本当にもう誰っていうような人がいっぱいいるんですが、ただもしかしたらここからね、今年のオリンピアのダークホースが生まれるかもしれませんから、まあ、非常に楽しみなところ。そんなメンズフィジーク、これでメンズフィジークの体なのかって、ボディービルじゃないの、クラシックフィジークじゃないのっていうような選手がインドにいました。インドカレーで有名なインドにいました。アルビンド・スパルタカスっていうね、なんともかっこいい、スパルタカスって、なんか童話かギリシャ神話かで聞いたことがあるようなスパルタカスって名前のね、選手なんですけれども、この人は多分プロじゃないと思うんですが、あと年齢が分かんないです。年齢分かっている方いたら教えてほしいんですけど、大会自体には2013年ぐらいから出てるのかな、多分地元の大会に出ていたりとか、あとはマッスルマニアのインドにも出てます。アーノルドクラシックアジアの2016にも出てます。で、普段はオンラインのコーチとかいろいろしているようなんですが、このアルビンド・スパルタカス、これがメンズフィジーク出ている時の写真なんですけど、まあ、この写真だけ見たらちょっとこうでかいタイプ、まあ、ブランドンとかカイロンも非常にでかいし、まあ、そういう筋肉量のあるメンズフィジークなのかなって思うんですが、このダブルバイの写真、二頭のピークとか前腕とかすごくでかいんですよ。で、極めつけはこの写真白黒で分かりにくいんですけど、腕からこの脇のところからこう背中生えてるじゃないですか。こう背中が生えてるっていうか、この翼が生えてるようなこの背中のこの厚みがすごいし、前から見た時でも分かるメンズフィジークの選手とは思えない体の分厚さ。ラッドスプレッドしていても、もちろんクラシックのトップ選手と比べたらそんなに広さとか厚みはないかもしれないですけど、メンズフィジークの域ではないぐらいの筋肉量を彼は持っているんです。で、この背中ね、メンズフィジークの大会ですよ。みんなこう控えてる選手たちですよ。そこに歩ってるサーフパンツを履いた、まるでクラシックフィジーク選手、メンズフィジークなのかっていうような体格をこの選手はしていて、だまあおそらくね、 IFBB プロでないのであれば IFBB プロを目指すと思うんですよ。っていうのも、この人は一応コーチがいてですね、そのコーチがアフマド・アスカーっていう人で、この人誰を教えているかっていうと、アフマド・アシカナニとかローリー・ウィンクラーとか、そういう選手を教えているコーチなんですよ。で、その人についてるから、まあ、多分 IFBB プロではないなら目指すのかなとは思いつつも、だこの人がメンズフィジークに来たら、まあ、活躍できるかどうか、まあ、個人的にそのウエストからの広い肩幅、アウトラインとか、こう筋肉のバランスとかって見ていくと、まあ、ちょっとパーツパーツある部分がつきすぎな気もするけど、まあ、そんな悪くない気もする。まあ、タイプ的には AJ エリソンとかそっちだと思うんですよね。からもともと別のカテゴリーに出ていたり、クラシックにも出て優勝していたりということで、結構筋肉量のある選手でした。ってところで、まあ、この選手もそういう風になるのかどうか分かりませんが、だメンズフィジークでプロになってクラシックに行くって手もありますし、まあ、クラシックに出たってプロになれる可能性はあるしっていうぐらいのこうバランスだったり筋肉量を持っている選手だと思うんで、このスパルタカスもですね、また非常にもし来るのであれば楽しみかな。最近筋肉量つけすぎダメって言っても、それってなんかこう極端に腕だけついてるのかダメなだけで、全身ついてれば筋肉量ある方がいいみたいな傾向はまだあると思うんですよ。ブランドンとかカイロンとかどんどんでかくなってるし、それでも彼らはトップじゃないですか。ブランドンに関しては優勝してますから、って考えたらっていうことですよね。非常に楽しみでございます。ということで、本日最後はですね、クリス・バムステッドとブレオン・アンズリー。まあ、ブレオンとクリスがまた喧嘩しているっていう話ではないんですけど、クリス・バムステッドが、まあ、インタビューを受けてたんですよ。で、そのインタビュー何かって言ったら、まあ、次の
彼の、まあ、ライバルっていうか自分の地位を脅かすのは誰ですか、ブレオン・アンゼリーですか、それとも今ねこう来ているローガン・フランクリンのような存在ですかっていう話をね、かけられた時にクリス・バムステッドがブレオンをねもう上げなかったんですよね。ブレオンとクリスといえば2017年からずっとライバルで、17、18はブレオンが勝って、19年はクリスが勝って、で全部1ポイント差でっていうところだった。本当にライバル関係だったんだけど、2021年もクリスにとってブレオンはライバルではないと、まあ、そこまで言い切るのは失礼かもしれないけど、っていうのも誰をじゃあ上げたのかっていうと、テレンス・ラフィンを上げました。まあ、2位であるテレンスだから、まあ、それは上げて当然なのかもしれないですけど、テレンスは本当にこう綺麗なアウトライン持っていて、骨格素晴らしくてポージングが非常に綺麗で、だ彼にもし筋肉量がつけば、もう足らないのは筋肉量だけだってことなんですよね。ついてくればものすごく強い選手になる、誰も勝てないんじゃないかっていうぐらい。だからまあ唯一彼がまあ調整権、自分に対しての調整権があるみたいなね言い回しをまあしてるわけなんですけれども、え、ブレオンはどこに行ったのって思うわけですよ。そんなクリスはしっかりブレオンにも触れていて、ブレオンはもうボディビル212に行った方がいいよと、クラシックにいてもいい、それは自由だけどボディビル212行った方がいいんじゃない、イコールクラシックフィジークではもう評価されないんじゃないか、クラシックフィジークではもう俺は絶対に負ける気はしないって言ってるようなもんじゃないですかと。考えすぎですか、妄想のしすぎですか。ただ実際ですね、クリスはまあジョージ・ピーターソンの例も挙げていて、でそのジョージ・ピーターソンの例ってその通りだと思って、ジョージ・ピーターソンってオリンピアクラシックフィジークずっとトップ3だったんですよね。で昨年から、ボディビル212に出て、今年オリンピアで3位になりました。また3位だったけど、ボディビルっていうねまたカテゴリー1個でかくなったところで3位を取ると素晴らしい成績を残しました。そのジョージ・ピーターソンはクラシックにいるのが結構辛くなったんですよね。それはブレオンも言ってるんだけど、どんどんでかくなっている、どん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 でかくなっているけど、体重制限がもう一緒だから今度は筋肉も落とさなきゃいけない、これも本末転倒であんまり意味ないんじゃないかって、自分はこれ以上もだから活躍できないんじゃないかって思って、ボディビル212にジョージ・ピーターソンは行ったわけです。そしたら成功した。そのようにブレオンももう行くべきなんじゃないのってクリスは言っていたわけです。確かにブレオン・アンゼリーはもうでかくなってきていて、体重をどんどんこうクラシックに抑えるのがしんどくなってきてるんですよね。ただまあブレオンはまだクラシックでやる仕事があると、アンフィニッシュドビジネスがあると、もうこれ流行語ですね、それぐらい言っているので、まあ、クラシックに出るわけですが、まあ、皆さんはブレオン・アンゼリー、今年のミスターオリンピアクリス・バムステッドの脅威になると思いますか。ブレオン自身はしっかり奪還して、もうボディビル212に行くことは彼はもう決めてるので、ボディビル212にそれで行くのか、まあ、もしくは負けていくのか分かりませんが、どちらだと思いますか。この辺もぜひコメント欄に書いてくださいということで、今日はねこの辺で終わりたいというふうに思います。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャ。